シング港にご来場くださいまして誠にありがとうございます。さあ会場内イベントの方は皆さんも楽しんでこられましたでしょうか。小さなお友達でもね安心安全に遊んでいただけるエア遊具中極のふわふわ登場してますね。もう遊んできたよっていうお友達いるかな。はい、たくさんいますね。ありがとうございます。まだだよっていうお友達はこの後行ってみてね。そしてみんなの後ろ黒いお屋根のテントの下ではおでんのサービスを行っています。まだ食べていないよっていう方がいらっしゃいました。まだ多分大丈夫だと思いますのでお早めにもらいに行ってみてください。先着数がなくなり次第の終了とさせていただきますのでどうぞご了承ください。そしてステージの横では今ねやってくれているお友達もいますね。キャラクターグッズが当たる抽選会を行っています。こちらはモデルハウスをご見学いただきましてアンケートをご記入いただきましたお客様を対象に抽選券をお渡ししておりますのでまだご参加いただいてない方いらっしゃいましたらどうぞこの後モデルハウスの方も行ってみてください。そしてセンターハウスでは本日も家づくりをお考えの方に役立つ勉強会各種ご用意しています。こちらもどうぞお気軽に足を運びください。さあそしてみんな今日は誰に会いに来てくれたんでしょうか。もうねあのグッズを持ってきてくれているお友達もいるかな。そうです、動物戦隊ジュオジャーが今日は登場しますね。みんな楽しみにしてくれてると思うんだけどジュオジャーを呼ぶ前にお姉さんから2つだけね、お友達に守ってほしいお約束がありますのでよく聞いてくださいね。一番前のお友達の前には赤いテープがずーっとね引いてあります。この線よりもお姉さんが立っている方ステージへは危ないですので絶対にショーの最中入らないようにしてくださいね。お願いの2つ目、今みんなお姉さんが見る限りお利口さんに座ってみてくれています。ジュオジャーが出てきても危ないですから絶対に立ち上がらないようにしてください。みんなの後ろにいるお友達が見えなくなっちゃうしね。さあこの2つのお約束最後まで守れる良い子ばっかりだと思うのでお姉さん素敵なお知らせもしちゃいますよ。ショーが終わったらみんなとジュオジャーがもっと仲良くなれちゃう握手会を行います。その時にはじゃん、こういったねジュオジャーの色紙や今ねこちらに置いてありますねお楽しみ袋、ジュオジャーのふわふわ券、その他にも公式パンフレットやうちわ持ってる？持ってるお友達もいるんだ、ありがとう、ね、いろいろな商品を今日は用意しています。お年玉をもらってきてくれたお友達もたくさんいると思うのでぜひお父さんお母さんにお願いをしてみてくださいね。さらにさらに握手会の後にはみんなお待ちかねの今日はジュオジャーのサイン会も行っちゃいます。グッズを買ってくれたお友達を対象にみんなのね好きなジュオジャー1人選んでもらって目の前でサインを書いてそしてお写真まで撮れちゃうというねサイン会そちらも行いますので楽しみにお待ちください。商品によってはちょっとサインのね書きづらいものなんかもあったりしますのでお買い求めの際にはスタッフまで聞いてみてくださいね。それではお姉さんのお話これぐらいにしてこの後はみんなで大きな声でジュオジャーを呼びたいと思います。みんな大きな声出す準備はいいかな。大丈夫、練習なしでやっちゃうけどいいかな。お姉さんが動物戦隊って言ったらみんなは大きな声でジュオジャーって呼んでね。それじゃあいきますよ、大きく息を吸ってせーの、この星は公園にも我らデスガリアンの遊び場に選ばれた。俺たちをたっぷり楽しませてくれよ。野郎どもやっちまいな。みんな大変、ジュオジャーを呼んだのにデスガリアンが登場しちゃった。みんなもう一度大きな声で
そうか、お前らが十王者か。これ以上暴れるのは許さない。とっととこの星から出てって。うっせえ、お前らに指図される筋合いはねえんだよ。この星もお前らの遊びに付き合う筋合いはない。行くぞ、エルチメ。
大丈夫、なんとか。ごめんね、みんなと会えたことが嬉しくて。ううん、私も嬉しいから。会場のみんな、大きな音に弱くてごめんね。でもこうやってみんなと挨拶できて嬉しいから。本当よ。そうだよね、みんなの応援とか嬉しいし、すごく力になる。そうね、いつも力をもらってる。よし、じゃあ今度は小さな声で挨拶しよう。え、何それ。大丈夫だって、セラなら小さな声でもちゃんと聞こえるでしょ。そうだけど、なんか変じゃない。いいから、いいから。みんな一回静かにしよう。よし、それじゃあ小さな声でご挨拶。みんなこんにちは。どう、セラ、これならセラでも大丈夫でしょ。聞こえる。みんなちゃんと聞こえてるって、よかったね。違うの。みんな違うって。え、なんかこの音どこかで。え、何、何が聞こえるの。あっちだわ。あ、ちょっとセラ、一体どうしたんだろう。あ、会場のみんな、みんなのせいじゃないからね。さっきも言ったけど、みんなの大きな声での応援は俺たちの力になる。セラだって力をもらってるんだ。だからこの後も応援よろしくね。セラ、ちょっと待って。なんだろう、この音。だんだん大きくなってきてる。スーパーストップウォッチでタイマーをかけておいたのさ。タイマー？どういうこと？俺のスーパーストップウォッチは万能なのさ。どんな風に万能かは教えてやらないぜ。どうせ時計に関わる能力でしょ。何？なぜわかる？動きを止めたり、タイマーで蘇ったり、大体時計の機能じゃない。くそ。だがそれだけじゃねえぞ。なんでもいい、あんたを倒せばそれで終わりよ。巻き戻しタイム。え、あれ。ブダ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 。ちょっと何これ、戻った。どうだ、驚いたか。それ時計の機能じゃないじゃない。スロー再生。魔女は巻き戻すなんて言わないわ。え、何これ。バカみたいだぜお前。ちょっとふざけないで。さらにさらに、ミュージックスタート。え、何これ。音楽再生機能もついて超お得。無駄な機能をつけるんじゃないわよ。うっせえ。お前の弱点は分かってんだ。タイマーカウントダウン、3、2、1。楽勝楽勝。でかい音が苦手とは不憫なもんだぜ。さあ、とどめを刺してやる。残りが来ちまったか。お前倒したはずなのに。セラちゃん、おい、しっかりしろ。あいつ、時計。時計、そうか、
さっきのストップウォッチ。なるほど、時を止めるだけじゃないってことか。それで蘇るなんて。だったらそいつを早いとこぶっ壊そうぜ。お前らにそれができるかな。何じゃーん。同じものが2つ。どっちが本物かわからない。とにかく行くしかねえだろ。ストップタイム。もたしてると動きを止められた。さあ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 、どうした。俺はこんなもんじゃねえぞ。うりゃうりゃどうした。ずれうりゃずれよ。さあ覚悟しな、ダイルストーンプ。動かなきゃ。そして時は動きだ。くそ、惑わされてうまく戦えない。っていうかあいつ意外と強いよ。舐めてもらっちゃ困るぜ。隙あり。残念、外れだ。ストップだ。すぎてつまんねえぜ。くそ、どうしたら。そうだ、セラ。ねえセラ起きて。セラちゃんに何させるつもり。さっきセラはかすかな時計の音であのアイテムを見抜いた。だからセラなら音でどっちが本物か分かるはず。そうか、起きろ。大きな声以外で起こす方法なんて。どう？そうだ。え？会場のみんな、大きな声でセラを応援してくれ。そしたらきっと目が覚めるはずだ。何を言っているんだ。セラは大きな音が苦手だと。みんなの応援は別だよ。だが目が覚めるはずがねえ。とにかく信じて俺を、会場のみんなを。わかった。みんな、せーので頑張れって言ってくれ。せーの、頑張れ。もっと大きな声で、せーの、頑張れ。セラちゃん、目を覚ましてくれ。一番大きな声で、せーの、頑張れ。ダメだ、起きない。そんな。無駄だったようだな。さて、そろそろお前らとの遊びも飽きた。終わりだ。無駄じゃない。何？あしまった、スーパーストップウォッチが。その時計の音、耳障りなの。やった、すごい、さすがセラちゃん。本物を壊せたなら、これで思い切り戦える。くっそー。会場のみんな、応援ありがとう。みんなの応援は特別ね。てめえら、許さねえぜ。それはこっちのセリフだ。みんな、行くぞ。中央ライオン。
を舐めるなよ。おい出てこい、俺の子分よ。一瞬で本物を見抜いたな。見抜いてないわよ。え？イライラしてたから。から？勘。外れてたらどうするつもりだったんだよ。まあ、結果オーライってことでさ。ねっセラ。そうね。会場のみんな、今日は応援ありがとう。いつでもみんなの応援が俺たちの力になる。僕たちはデスガリアに好き勝手はさせない。これからも頑張るから。だからこれからも応援よろしくね。よし、それじゃあ最後にみんなで楽しく踊っちゃいますか。よっしゃ、これはいい考えだ。みんなは獣王者のダンス知ってるかな。知ってるお友達は一緒に元気に踊ってくれ。周りのお友達にぶつからないように気をつけてね。お父さんお母さんも恥ずかしがらずに。みんな準備はいい？